嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜都市伝説のコーナー。おー、水曜だー。見事に外してくる。水曜初めてで、おお、記念すべき。素晴らしいね。そんなとこでおーってなるのおかしいね。すごいさ。本日も都市伝説のスペシャリストドテズラさんにお越しいただきました。ドテズラでゴーゴーゴーワンということで、すごいですよね。すごいです。カカシって知ってますか皆さん。そちらカカシじゃない。ライキリ畑カカシじゃない。田んぼとか畑とかによくあるでしょ。おぉ、カカシ突っ立ってるやつ。カカシじゃねえよ俺。カカシじゃねえよ。カカシじゃねえよ。うんこだよ。うんこでもねえ。そんな綺麗なもんではねえだろ。カカシより全然汚ねえのかよ俺。そりゃそうだよ。まあ動物とかカラスとか寄ってこないようにする、なんか人っぽいやつ。カカシはあくまでも人っぽいものなのよ。なんまあそうだね。でもこの日本にはなんと人間よりもカカシの方が多い集落っていうのが存在する。嘘つけ。そんなわけないやろお前。場所は徳島県三好市。標高 800m っていう、なんか結構高めな場所にね、ちょっと耳キーンするやつや。名頃集落っていう場所に、まあそれがあるんだけど、通称カカシの里って言われてて。ああ、そうだ。まあその名の通りだよね。説明するよりもね、これはね、もう画像を見た方がインパクトすごいから。じゃあちょっとね、画像をね、見ていこう。こちらです。え？これ全部カカシ？そう。アップした？え？これ全部カカシです、これ。カカシで会議してるやん。そう。みんなが思い浮かべてんのって、こう、畑に立ってるような、こう、木の中の、なんか棒人間みたいなやつだと思うんだけど、これめちゃめちゃね、リアルに作られてんだよね。やば。すごい人間っぽく作られてて。バス停とかにも待ってんだよね。そう。バス停とかにも。バス停とかにも3、4人スタンバって。マジで？そう。これに関してはさ、おばあちゃんだよ、もうこれに関しては。もう声かけちゃうよ。おばあちゃんそこで何してんのって言って。で、前向いたらカカシで、わーめっちゃびっくりってなるよ、これ。やばくないこれとか。やば、怖っ。怖っ。怖い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 。運転士でこれ見えたらもう済むよ。めっちゃひょっこりはんよ。ここの集落に住む人間は約30人ぐらいなんだけど、少ねえ。それに対してカカシ何体ぐらいいると思う？5万。なんか今落としたね。してるしてる。だからどんどんいってるよね。めっちゃ今の5万の合計恥ずかしい。そんなことない。どんどん見て、ずっと言ってるね。ほらほらほら。うわあ。あんまりね、気にしないようにしようと思ってたね、俺も。まあいい。カカシ何体ぐらいいると思う？ちなみに。え？ちょ、見てみよう。何体いると思う？これね、一人のね、おばあちゃんが作ってるんだよね。あ、一人で作ってる。一人で作ってる。250。お、250。これね、約350体。おお。うわ、これ。これ一人で。え、すごいな。一人だよ、これ。一人で60代のおばあちゃんが作ってる。行かれてんだ。行かれてるよね。これてるよ、マーチに。これてるでしょ。これてるよ。で、このカカシソン、まあめちゃめちゃいたじゃん、さっき。いたいた。それぞれ一体一体ね、名前がある。行かれてんな。行かれてんな。名前、性格、個性、そのカカシのバックグラウンド、背景。行かれてんな。めちゃめちゃ行かれてるよ。性格はいらねえだろ。バックグラウンドなんかもっといらない。具体例として一人挙げると、まず一番最初に作ったカカシ第1号っていうのがいて、それをちょっと見てもらいましょう。この人、名前当てたい。このカカシ、あ、名前当てよ。田中康平。あー、まあそんなノリだよね。佐藤俊也。いや、当たんない当たんない。藤原康介。あー、違う。佐藤マクニッシュレイコ。あ、違う。レイコ言うてもね。この前コラボした人、鈴木陽次郎。つまんな。わかるわけね。つまんなって。つまんな。不正解。鈴木陽次郎さん、この人、年68歳。子供の頃はガキ大将、某有名大学に進学し、大手企業に就職。めちゃくちゃ行かれてるけど。そう、すげえ。まだ続ける。で、30歳の時に幼馴染のキヨちゃんと結婚して、ここに戻る。で、そこで森林組合で一生懸命働いて山を守っていますと。で、今3期生です。そんな細かくある。ガチガチで決める。めちゃめちゃ詳しくね、決められてるんだよね。この人形、なんで作ってるかっていう話なんだよね。大事よ。めちゃめちゃ気になる。寂しいから。ああ、寂しいから。
違いますね。このかかしを作った人、はい、綾野月見さんっていう人で、最初はもう畑耕してて、そのカラスとか来るからそれをどっか行けってやるためにかかし作ったんだけど、興味ねえな。おおおお、興味なさすぎないか。びっくりした。もともと人形作りが趣味だったのこの人、うんうん、で自分のお父さんそっくりに作ってみようってなって、リアルな感じで作ったんだって。まあそれがさっきの鈴木陽次郎さんのやつなんだけど、でそれを作ったところ、他の村人がおはようございますってそのかかしに向かって言うんだって、はいはい、もう人間と間違えちゃって、でその様子を見て、うわ面白いみたいな、間違えてやがる面白いみたいな感じになって、その感覚にはまっていっちゃって、まあまあまだちゃんと行かれてんじゃん。いやもうマジでやばい人です。でもこの人形2年ぐらいしか持たなくて、2年でガタが来て壊れちゃう。そうだよね、ずっと置きっぱなしだもんね。だから今は180体ほど、ま、半分減っちゃった、ね、そういうこと。保管されてるらしいけど、保管されてる場所やばそうやな。確かにね、こういう人形とかは霊宿りやすいっていうからね。ここでちょっと話は変わるんだけど、過疎化ってあるじゃん、過疎化と高齢化ってあるじゃん、うん、それが進みすぎて、この社会としてやっていけんのみたいな村をこう限界集落って言うんだけど、うん、名頃集落もその限界集落って言われてて、どんどん若い人が東京とかに出ていっちゃってて、人がどんどん少なくなっちゃっている状況だ、ね、30人だもんね。そう、こっからは俺の推測なんだけど、なんでかかしを作ってるかって言ったら、人間よりもかかしが多い村ってっていう決まり文句を作って、これで知名度を上げて村おこしをしようとしてるんじゃないかって俺は思った。なるほどなるほど、確かに。これ現にね、結構テレビの取材とかもよく行ってて、あ、行ってるんだ。あとある外国人がこの村の様子を動画で撮って、うん、これ SNS にアップしたんだって動画を、はいはいはい、そしたら再生回数60万以上いくっすか。もうそういうおかげもあって、結構観光客とかも増えてんの。そう、趣味でかかし作ってるって言ったけど、実はこういう狙いもあったんじゃないかなって俺は思った。結構考えるおばあちゃんか。俺は違うと思うな。うるさくね。俺は違うと思うな。うるさいね。仕事か。もういい。おい、え歩いてたよ。歩いてた、今歩いたの。今ピチャピチャみたいな。今のやばいよ。どっかどっか、おら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 、おら後ろ誰も立ってないですからね。さっき普通に歩いてたよ、マジで。今のさっきやばかった。マジで階段関係ない。階段降りてたよ。まあその観光客は、うん、まあちょいちょいいたりはするんだけど、村の人口はもう減っていく一方らしい。もう撮影続けられない。ほんと続けられない。もしかしたら行ってはいけないのかもしれない。なあ、これを止めてんの。止めてんじゃない。ほら、うわぁ、今開いた。こういうことで、ね、なんか開きそうな音するよね、今に。引いてるんか。そう、引いてる。鈴つけてってやつがあるから、コメントで。ああ、ワンチャン鈴あったら買ってこよう。そう、うん、もうめっちゃ動いてる。分かるでしょ。これに関しては鈴つけなくても分かるでしょ。日常でつけてたら怖いから、撮影の時だけ。あ、鈴つけましょう。つけましょう。はい。何でしたっけ、はい、でもこのまま過疎化が進んでしまったら、もう人間が誰もいない、かかしだけのもう世にも奇妙な村が出来上がってしまうかもしれません。それやばい。怖っ。信じるか信じないかはあなた次第です。パリピ、何やってんだパリピ。気持ち悪いよお前ネイルは。シンプルだ。もうちょっとひねれ。うわ、近っ。なんだお前、ドラゴンクエストのモンスターみたいな顔しやがって。お前は以上ですか。以上です。リアクション何。リアクション何。いや、でも不気味よ、うん、不気味だよね。こんなん知らない人ほとんどでしょ。だってメンバーだってほとんど知らなかった。知らなかった。怖い。これ怖い。真実です。これはなかなか。ってか普通に実在するパターンね、今日は。あ、そっか。自然ではない。あ、でもまあでも最後のは、そうね、そうです。まあそうだね。もしかしたらもう数十年後にはもうかかしだけの村になってる。あ、怖いな。怖すぎ。怖いな。かかしだけの村とかやばいから。怖かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。次、もういいのよ。もう締めさせ。もう締めさせ。終われないのよ。終わらせたくないのか。それでは次の都心図でお会いしましょう。バイビー。
バイビー。バイビー。バイビー。こういう終わり方多い最近。一度きりの人生を楽しもう。この先